ボールから手前10センチぐらいのところから上げてきてあげる、指導してあげるイメージでボールを打ってみてください。どうしても横から指導しちゃうと手で上げる方が多いので、本当ならこういうこのマットの前にクラブを置いて、こういうヘッドの重さを感じて上げてきてほしいんですね。でそれがやっぱちょっとどうしても難しいっていう方は、このボールの前にクラブを置いて、皆さんこんにちは、坂野翔子です。今日はクラブを生かした振り方をレッスンしたいと思います。クラブっていうのはだいたいこう先が重いんですね。先が重いっていうことは、遠心力でいうと上げて開いて閉じてこないといけないんですよね。絶対にこれを閉じないっていうことは絶対ありえないです。その打ち方はクラブの特徴を殺しちゃう打ち方になっちゃいますね。どうしても手が強くてこのフェースローテーションがないですっていう方は、このクラブの特性を生かさずにスイングしている方だと思います。イメージ的にはよくあのグリップのこの名前が書いてると思うんですけど、これをこうこの部分をしっかりと、はい、フォローを返してきてあげるイメージですね。ボール当たるまではまっすぐなんですけど、当たってから先をちゃんと返してあげるイメージです。ボールの手前から返すのはあんまり良くないです。その返してくださいと言ってもやっぱりなかなか自分ではこのボールから先をしっかり返すことが難しいと思うので、一応ドリルとしてボールから手前10センチぐらいのところから上げてきてあげる、指導してあげるイメージでボールを打ってみてください。ボールの横から指導しちゃうとどうしても手で、男性の方は力が強かったりするので、少し手前で構えてあげて、このヘッドの重さを使って上げてきてあげることによってボールに当たってクラブも返ってきてあげる、ヘッドの重さで打ってあげるっていう練習をすることができます。どうしても横から指導しちゃうと手で上げる方が多いので、本当ならこういうこのマットの前にクラブを置いて、こういうヘッドの重さを感じて上げてきてほしいんですね。でそれがやっぱちょっとどうしても難しいっていう方は、このボールの前にクラブを置いてヘッドの重さを感じれるような練習をしてみた方がいいと思います。ドライバーの場合もという感じに、どのクラブも練習できるので一度やってみてください。どうも、ゴルファボの今川です。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボの LINE 登録者さん限定で、飛距離アップに欠かせない14のチェックリストが入った電子テキストをプレゼントしております。LINE に登録するだけで、すぐご覧いただける、まあ、明日からでも、まあ、今からでも練習ですぐ使える飛距離アップの14のチェックリストが入ってますので、ぜひダウンロードしていただいてご覧いただければと思います。